どうも、北山水泳です。はい、全国中学の廃止が、決まって時間が経ちましたけども、全中の方ね、水泳連盟の方は代わりの試合を作りますよと、中学生のために全中の代わりとなる試合を作りますよっていうふうに言ってるんですが、一体これどういう大会になるんだろうということが、はい、皆さん考えてますよね。で、ある記事を見つけましたので、一体どういった大会になるかというのをちょっと見ていきましょう。他の競技も大体9競技ぐらいかな、全国中学からなくなる種目があるんですけども、そのうち9競技のうち6競技が全中の代わりとなる大会を作りたいですよと検討してますよというふうに回答しております。でその中でも水泳連盟も、代わりの大会を検討中ということなんですけども、まあ、この記事によりますと、もしかするとですね、ジュニアオリンピック、夏のジュニアオリンピックと全中がこう統合しちゃって、まあ、試合数が、まあ、正直増えはせずに、全中とジュニアオリンピックをまとめてやっちゃって、で、まあ、要するに年齢区分みたいなのを中学生だけにしちゃうみたいな大会にするかもという、はい、記事を僕は見つけました。はい、まあ、これはまだ議論段階なんで、もしかするとね、ちゃんとジュニアオリンピックとは別に全国中学みたいな大会を作ってくれるかもしれませんが、もしかするとね、ジュニアオリンピックと全中をまとめてやっちゃって、まあ、大会数的には変わらない、減っちゃうっていうことになっちゃうかもしれません。まあ、僕としてはせっかくなんでジュニアオリンピックと別にね、全中っていう代わりの大会を作ってあげたいなというふうには思いますし、多分中学生のみんなもジュニアオリンピックとは別でもう一回ね、全中みたいな大会を作ってほしいと思っている人も多いと思いますので、まあ、その辺ね、僕的には代わりの大会をしっかりと別でもう一個作ってほしいなというふうに思っております。はい、しかしね、この記事によりますと、もう全中と JO を一緒くたにしちゃうよっていう記事がありましたっていう、はい、話でございました。一体どうなるんでしょうか。では今回以上。